橋本忍、橋本忍、橋本忍、1918年4月18日から2018年7月19日は、日本の脚本家、映画監督、男性、兵庫県神崎郡鶴井村、現、神崎郡市川町鶴井に生まれる。脚本家の橋本慎吾、橋本彩は実施、家業は、小料理屋で、芝居好きの父親から影響を受ける。 大鉄教習所卒業後、国鉄に勤務。1938年に王将、鳥取の連隊に入隊、階級は伊兵するも続流性結核にかかり、永久服役免除され療養生活に入る。1939年に、岡山県の療養所にて隣にいた兵士の読んでいた、日本映画という絵の本を読み、シナリオに興味を持ち、隣の兵士に、 日本で一番偉い脚本家は誰かと尋ねたところ、伊丹万作と帰ってきたため、脚本家を志す。1942年、療養所を退所して郷里に帰った後に執筆したシナリオ、山の兵隊を痛み本人に送ったところ、思いがけず返信があり、以降、姫路市の軍需会社に勤務しながら、伊丹の唯一の脚本家としての弟子として、シナリオの指導を受ける。 1946年の伊丹死去の翌年、1947年の一周期の折に、伊丹夫人より佐伯清監督を紹介される。1949年、サラリーマン生活の傍ら、芥川龍之介の短編小説、やぶの中を脚色した作品を書く。車用で上京した際に、佐伯に渡していた脚本が、黒沢明の手に渡り、映画化を打診される。 黒沢から長編化するよう依頼され、芥川の短編小説、羅生門も加えて過失。最終的に黒沢が修正して完成させた脚本を元に、翌1950年に黒沢が演出した映画、羅生門が公開され、橋本忍は脚本家としてデビューした。同作品は、ベネツィア国際映画再グランプリを受賞するなど高い評価を受けた。 1951年に退社して上京し、専業脚本家となる。以後、黒沢組のシナリオ集団の一人として、小国秀夫と共に、生きる、七人の侍などの脚本を共同で、執筆する。しかし、黒沢映画への参加は1960年の、悪い奴ほどよく眠るで終わってり、あとは、その10年後に、どうですかン、で一度だけ復帰する。その後、 橋本は日本を代表する脚本家の一人として名声を高めることとなる。代表作に挙げられる、真昼の暗黒、張り込み、ゼロの焦点、切腹、霧の旗、上位打ち、白い巨頭、日本の一番長い日、日本沈没などの対策の脚本を次々と手掛け、論理的で確固とした構成力が高い評価を得る。1958年、KRT、現、 TBS の芸術祭参加ドラマ、私は会になりたいの脚本を手掛ける。上官の命令で、米兵捕虜を視察し損なった二等兵が、戦犯として死刑に処せられる悲劇を描いた、このドマは大好評となり、芸術祭賞を受賞した。翌1959年自身が監督して映画化し、監督デビューも果たす。しかし、作品中に登場する遺書が、 加藤哲太郎による、狂える、先般死刑囚のそれと告示してたことから、加藤に、原反者としてのクレジットを入れるよう要求されるも、橋本は、週刊朝日からの引用であると主張し、拒否。その上、このまま沈黙してくれるなら十万円を出します。それは、私のポケットマネーであって、原作料ではないと突き放したとされる。その後も加藤に連絡なく再放送が行われた、ことから、 加藤は、は刑事告訴訴状を、東京地検に提出したた。が、起訴はされなかった1973年、それまで配給会社主導で行われていた映画制作の新しい可能性に挑戦するため、橋本プロダクションを設立、松竹の野村義太郎、東方の森谷史郎、TBS の大山勝美などが参加し、映画界に新風を吹き込む。1974年に、 第一作として、山田洋次との共同脚本で、砂の器を、制作、原作者の松本清張に原作を上回る出来と、言わしめる傑作で、工業的にも大成功を収め、その年の映画賞を総なめにした。続いて1977年に、森谷志郎監督、小形健主演で、発行大山を発表し、当時の配給記録新記録を打ち立てる、大ヒットとなった。 わずか3ヶ月後に、松竹で公開された、八つ墓村、脚本担当もこに迫る数字を弾き出し、この年の橋本はまさに空前絶後の、大ヒットメーカーぶりを示す。八つ墓村は、この当時人気だった東宝、角川春樹事務所の近代一光介シリーズ、監督、市川昆、主演、石坂浩二が綿密に構成された、 合理的な謎解きを前面に出していたのに対して、オカルティズム色を強く出した作品となった。以後、1980年代まで、脚本執筆、映画制作と、精力的に活動した。しかし1982年、脚本だけでなく、制作、原作、監督もこなした、東方創立50周年記念映画。 幻の湖が、わずか一週間で工業打ち切りという浮き目に遭う。その後も二本の脚本を書いたが、体調不良もあり、以後は事実上引退した状態が続いた。しかし体調回復に伴い、2006年に黒沢明との関係を語った、著書、復元の映像を私と黒沢明を発表した。そして、2008年に中井雅宏主演でリメイクされることになった。 劇場版、私は会になりたいで、自らの脚本をリライトした。2000年、故郷である兵庫県市川町に橋本忍記念館がオープンした。2018年7月19日9時26分、肺炎のため東京都世田谷区の自宅で死去。米国の映画芸術科学アカデミーは、2019年開催の第91回アカデミー賞において、逝去した。 映画人を悼むインメモリアムのコーナーで橋本を追悼した。脚本の完成度の高さ、そのスタンスから同業者に最も尊敬されている脚本家の一人であり、その影響は日本にとどまらず、世界中の制作者にも影響を与えている。橋本の訓当を受けた脚本家は、国広武雄、中島武広、山田洋二、鈴木直之と、ごくわずかである。 暗い部屋で長年作業をしていたため強い光に当たるとめまいがする職業病を持ち番組出演でも配慮される。漢字が混ざるとイメージが固定されるのでと単独執筆の場合脚本はすべてカナタイプを使用してカタカナでタイプしていた。このため現場のスタッフは脚本を読むのが大変だったという経理ンとして有名で 昭和40年代頃から50年代にかけては、特別競輪決勝の TV 中継に、ゲストとしてたびたび姿を見せており、寺内大吉と共に、論客として、競輪界への提言や出版物への寄稿なも、行っていた。黒沢映画に、三船斗夫が出演しなくなったことについて、最後となった赤ひげが直接の原因ではなく、そういうことにならないといけない事情が、 それ以前から積み重なっていたと思うと、5。具体例として、雲須城撮影のエピソードを挙げている。加えて、黒沢映画は、撮影期間が長く、その間、別な仕事をすれば数本分のギャラが入るから、黒沢明自身も、そのことをよくわかっていたと語った。結果として、両者の関係が、赤ひげで最後になったことは、二人にとっても不幸で、あったと語っている。村井厚。 脚本家、橋本忍の世界、2005周映写真書の刊末に、共同脚本家名、シナリオを掲載し、LD、VHS、DVD 化の有無を含めた、詳細な作品リストがある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。